はい、こんにちは。フーズイフューチャーディレクターの自由人ヤマディです。先日私はベトナムのホイアンに行ってきたんですけども、実はホイアンと日本ってものすごい昔から歴史的につながってたんですね。400年前、かつてホイアンには日本人街という町があったそうです。当時のホイアンは1000人ぐらい日本人が住んでいて、とても日本人街は賑わってたそうです。そんな中で日本人とホイアンの女性が恋に落ちる。しかしそこにはそんなような歴史もあったようですよ。そんな内容を踏まえた上で、今回はホイアンと日本の歴史、400年前ですけども、ちょっと見てみたいなと思っております。簡単にまとめましたのでご覧ください。どうぞ。こちらの朱印船に乗って日本からホイアンまで貿易に来ていたんですね。こちらの王女様と日本商人の荒木宗太郎が結婚をしたというふうに書かれております。この当時から国際結婚というのはあったんですね。ホイアンと長崎の友好関係を強化したそうです。今から400年前の話だそうです。